我々でできること何かないかなという中で、まあ、そのうちで販売しているまた扱っている商品の中で、まあ、特に野菜を含むまた果物なんかも含めていつがおいしい時期なのかとかっていうのが、分からないお子様が多いなっていう話も聞いて、やっぱり実際に我々がお子様に分かりやすくということで、写真とかね、まあ、絵を作ったりということで、あともちろんその素材をも持っていって、一緒に取り組んで、今後もまあ続けていきたいということでやらせていただいたんですね。根本的なコンセプトっていうのは、いち早く放射能をため込まないで体外に出そうよっていうようなものが底辺にありまして、でそれだったらお子さんが喜ぶようなものを自然に取り入れて、そしてなおかつそれが効果があるんだったらいいんじゃないかということで、今回はフルーツパフェを、それを実際お子さんに作ってもらいながら、で最後はみんなで食べるというような形の、ものだったんですけども、お母様方も一緒にお子さんと参加していただいて、同時に同じことを学んでいただくっていうよう、そしてお家でも無理なくそれを取り入れていただくっていうのが一番のポイントになっております。シリアルの上にバナナというような形だったんですけど、食物繊維が大変多いので体外の余分なものを出してくれる、ポリフェノールが非常に多いです。そしてそのポリフェノールっていうのは非常に抗菌作用、要するに体内の、毒素を除去したり、あるいは活性酸素を、抑えてくれるという非常に優れた効果があります。私一番言いたいのは、旬の美味しいものというのはやはり、ここの近郊で食べていた、そしてそれが一番体にとって一番いいという、そういう作用がございますのでね、福島のものっていうのがどうしてもね、小さいお子さんをお持ちのお子さん、お母さん方は神経質にならざるを得ないっていうのは当たり前なんですけども、でも福島のもの決して悪いものじゃありません。安心安全、逆に検査を通ったものしか一応売り場には並んでおりませんのでね、そういう点をちょっとね、ちょっと別な方向で見ていただいて、あまり神経質にならないで、逆にお子様には、本当にお子様だったり家族の皆さんには、旬で美味しいものを、その時しか食べられないものを十分食べさせてやって、そして体にもいいし、同時に美味しかったな、みんなで満足していただける、そういう食生活の方が私はいいと思います。